はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はですね、やっぱりね、あのレイリー確保しておきたいという思いがかなりありまして、現在こちらのガチャはね40連まで、引いてます。なので50連目とね60連目を引くと、まあ、最悪でもエビル選択権でレイリーがゲットできるということになりますので、ちょっとレイリー狙いでやっていきたいと思います。でただガチャを引く前にですね、あのコメントでいただいたんですけれども、ガチャチケットこれを使っていきましょう。こっからワンチャンがありえるんで、今回ガチャチケットを使ってで、まあ、それでもねレイリーが出なかった時には、もう20連追いガチャをして選択権をゲットするというところで、やっていきたいと思います。ちなみにガチャチケットは SR が9枚、 PR とか最近全然使ってないから結構余ってんだけど、まあ、これはめんどくさいから使いません。 SR が9枚、 PSR が1枚で、補助券の SR が30枚なので6体分で、 PSR の補助券が8個なので1体分というところになります。これ全部使っていきます。じゃあまずは SR ガチャチケット9枚一気にいきましょう。ほい、虹がある、キラーンはない。さあ特化、特化でいきなりもう幸先が悪すぎるんだけど1体目とか、あ、来た来ちゃったやったあ、アーサーも来た、嬉しいね。クソモリが出た時はもう終わったとか思ったけどクソモリが来て、でその後小筆が来たから、なんかこれもう絶望だなと思いましたけれども、なんかねすげえなえ、どうしよう、この動画もう終わっていいですか。レイリー出ちゃった。石はね、あのパワープロの日826のためにあの貯めておきたいんですよ。まあそんなわけで、無事レイリーをゲットすることが、できまして、まあ45まではね育てられないんですけれども、まあ、自前でレイリーをゲットしたことにより、PSR の佐伯さんをちょっと粘って借りて、また次回、エビル高校やっていきたいと思います。いや、めっちゃ短くなって、もう本当に今日はこれで終わります、すいません最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、していただければ幸いです。あとガチャ券からワンチャンあるってコメントくれた方、本当ありがとうございます全然気づいてなかったんで、そのコメントなかったら俺多分もうレイリー諦めようかなとも思ってたんで、まあそれくらい本当にありがとうございます。本当皆さんのコメントでもう本当に助かってますんで、ご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。失礼します。